牛尾とモノケンのグルメドッカーンなどと申しておりますが、はい、またまた世の中がですね、そうですね、ね、開催に向かってるかと思いきや、またもやスタートラインどころがマイナスになっちゃいましたね。もういつまでやってんのかもう分かんないんですけど、まあ、こうなってしまうとこれも我々のというか、例えばどんな大きな会社の力をもってしてもできることとできないことがやっぱりありますから、はい、去年の今頃ですよ、まさにこうやってマスクをつけ出して、はい、なんやかんやとこう世の中が騒ぎ出したときに、はい、まさか2021年のゴールデンウィークもとは思いませんでしたね。だから当初はこれ 3,4 ヶ月長ければ半年ぐらい多分かかるんじゃねえかなみたいな感じだったじゃないですか、うん、あとまあ冬が明けりゃみたいな、そう、ね、空気もありましたけど、なんだワクチンがね半年後ぐらいからどうやら行き渡るみたいだからみたいなさ、はいはい、早ければ 3ヶ月後みたいな話もあったし、この前でもテレビのお偉いさんが言ってましたけど、このペースだとワクチンが全員に行くともう何十年ってかかるらしいですね。だって変な話だけど今の段階でまだ百何十万人とかそんなんでしょ。この前パチンコ屋並んでたらちょっとなんかこう羽振りの良さそうな、うん、まあ言い方悪いですけど下品な見てくれの方が、はい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 、いやー帯2本でワクチン打ってもらったよみたいなことを言ってましたけどね。だからまあそれ本当かどうかわからんけど、そういうことは、ね、まあ、噂には聞くけどね、そういうことが本当にまかり通ってるんであればちょっといかがなものかっていうね。あ、まあね、ただまあそのワクチン一つ取ってもいろいろそのほら変異型みたいなのができちゃってるから万能ではないわけよね、はいはい、うんうんうん、なんですごいもう人類との戦いですよこれも。あ、人類 VS ウイルスの、なんでまあそのね取材企画うんぬんかんぬんとか屋台がどうのこうのとか、はい、さすがに言うてる場合ではないんですですね。もう食品なんてとんでもないですもんね、今ね外に出すと。いやとんでもないよ、うん、で まさに今日が、4月25日なんで、はい、パチンコ業界もだからまだちょっと、ね、今の段階でどうなるか分かんないんですけど、ええ、だからまた明日以降動きが出てくるんじゃないか、マイナスの方向でね、うんうん、出てき始める可能性があると、はい、うん、いうことなんで、まあ、我々もだからもうこればっかりはね頑張ったところでどうしようもありませんから、そうですね、うん、まあ今年の実現はちょっと難しいかもしれないですね。いやそうだね、きっと言った俺にだからお前はじゃあ何か頑張ってることあんのかよ。へ毎日頑張ってます。毎日頑張ってる。毎日 何頑張ってる。 R1 ヨーグルト絶対飲んでる毎日。 R1 ヨーグルト免疫力を高めるために。ほうほう、だから体のやっぱり異変をちょっと感じ始めたら、ほう、やっぱすぐ対策を取ってますね。睡眠は絶対取る。ちょっと今日なんかきついなとか、はい、あれって思うことがやっぱりあるじゃないですか。あれ今日ちょっと喉痛くねみたいな。あ、俺そう花粉症だからあるんだよ、はい、それは。そうだから僕もなんかここ何年かで花粉症になって、はあ、花粉症ってやっぱ喉にも来るじゃないですか。くるくるくる。でちょっとせそう咳出るし、なんか乾いた感じの。いやだから移動中本当ペットボトルもう欠かせないもん。うんうんうん。あ、在来線とか乗っててね、発作的に来る時あるじゃん。ゴーゴーってるでしょ。ありますね。機内とか。いやもう最悪。ああ、だからやっぱちょっと機内もう乾燥するから上の方。で若干やっぱみたいな雰囲気がなるじゃないですか。なるに決まってる。あれあいつちょっとみたいな。だからもうそういうことがないように、はい、体調管理ではもう今まで以上に万全を期してますね。夜遊びの方は？夜遊びも最近全然してないですよ。あの物積みが？もうさすがに今の時期はもうできないです。そのまあ夜の街に繰り出すことのあんま危なさもありますけど、それ以上にちょっと自分が疲労が溜まったりして、はい、免疫が落ちて、そう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 、その時に何かあったら怖いから、唯一夜ちょっと活動するとサウナ行くぐらいですね。お前行くよな。もうそのぐらいです本当に。家の近所のサウナ行くの？そうです。ただそれも今日から休みなんですよ。あ、そうか。そういった系の施設もゴールデンウィーク明け、僕がよく行ってるとこ、そのなんか複合施設みたいなとこだから、うん、そのもう建物自体がもう休みなんです今日から。じゃあサウナ入れなくてどうすんの？最近厚めのお湯にずっと使って水シャワー浴びて、うん、そうバルコニーに出てこうやって裸でこうやっているっていう遊びを思いつきました。だそれが唯一外でやんなくていい。こいつの裸見たい。うん、力強くうなずいてるじゃない、うんうん、なんか気をつけてることはあるんですか逆に。気をつけてること、
気をつけてることって言われると難しいな。だって宇昌さんも岐阜が拠点だから東京に大阪に行って、うん、ジャンバリの収録結構多いから。ただそう、俺一個やっぱ思うところがあって、はい、俺この本当丸1年、はい、大体年に2回ぐらい風邪ひいたり寝ついたりするの、はいはいはい、もうなかったの。あー、だから手洗いうがいか。 であとまあ少なくとも僕直接関わりのある人で、はい、パチンコ店でもらってきたみたいな人も一人もいないのね。いないっすね。でまあ案の定、まあ、ホールの人たちも関係者の方も含めて元気なのよ、うん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 、で俺ねちょっとあるこれ持論ですよ、はい、まあ、もちろん知らないところで何が起こってるかっていうのは分からないんであくまでも持論なんですけど、はい、パチンコ屋が一番安全でパチンコ屋に行ってる人たちが一番健康なんじゃないかと思ってて、ね、もはや、一時期めちゃめちゃパチンコ屋が悪い意味で取り上げられて、うんうん、でその後にその換気がこれぐらいすごいですよっていう。そうだよ、大体どの店もそうだけど、うん、10分に1回全部1回きれいになっちゃうから。ブオー言ってますもんね実際ね。どこ行ってもこうやってこう知ってる。あのね、俺この間とある某大型チェーンの仙台クラスの店の、はい、その換気設備、仙台クラスの店、その換気設備いくらすると思いますか。仙台規模でしょ。仙台規模、仙台規模の換気設備、はい、仙台規模の換気設備か、はい、1台についてる、あのああいう台管にあるようなやつ、まあ、だからまあ全部だね、トータル、それも含めて、うん、まあもちろんそのお店によって、はい、まあ、ピンキリというか、はい、例えばじゃあ、まあ、中古っていうのを使い回すことがあるのかどうか分かんないけど、はい、まあ、でもエアコンとかも中古の使ったりとかすることもあるから、だからまあ値段はもちろん上下、同じ仙台の店でも上下あるんだけど、はいはい、じゃあちなみにそこのお店のはいくらでしょうと。おそらくまあサラピンのいいやつ買ってるんだけど、まあ、代官にあるやつとかも考えれば、だそれがだって仙台あるわけでしょ。代官ってあれ1台ずつだったっけ。代官にあるとこあるじゃないですか。あ、じゃあどうだ、2,000〜3,000万ぐらい、あと読みますか。はい、お前はいいとこついてくるね。いや、あの欲しかった答えが今来たなと思って。欲しかった。お前はさすがあれだね。いいとこ行きました。いや、あの1億なんですよ。うわー、うん、換気だけで1億、うん、1億、2,300万とか。 一発ね、1台で何個ぐらいついてるんですか。いや、10とか30とか いってんじゃない。すごいね。そうそう、で年間のメンテナンス代とかも、だからそこまでの設備を導入して、うん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 、運営あるいは営業してる施設って多分パチンコ屋しかないんだよね。そうですね。でプラスは喋らない、うん、あとまあお店によってはだから分あの分煙ボンドっていうの、うん、とかだったりがあるし、だからそのまああそこダメここダメって言われてるものの中にはやっぱ根拠がないものも非常に多いですね。映画館とかもね、やっぱ喋んないのにって言われてますし、ね、たださ、まあもちろん館内のある程度の目の届くところやってると思うけど、パチンコ屋さんってさ、台とかもさ一回一回全部拭いたりとかするじゃん。今特に気をつけてやってますね。でしょ、で検温に始まりさ、うん、ね、手の消毒も必ず確実にやってるし、うん、こんなんだから逆にお手本とするべきなんじゃないかなと。本当にだそういうのをやっぱりもっとこう声高にね、まあ、僕らが言ったら結局やっぱパチンコ屋は守ってるみたいな風な捉え方もされかねないじゃないですか、うん、いやでもいいんじゃないですか、別にその事実は事実としてってやってクラスター起きまくってたら、あってやってってもやっぱダメなんだねということになるし、うん、でも実際なってないから。そうだから、お偉いさんとかにもっとねその辺を声高に言ってほしいんですけどね。いや、要はねメディアです、うんうん、メディアです。本当はっていうのをニュースとかがね、うん、もっともっと大々的にドカーンってやってくれればいいんですけど、一つ大きな真面目な話ですよ、はい、理由としてパチンコ店っていうかパチンコ業界、はい、メーカーだったりホールさんだったりとかでキー局の CM 出ないじゃないですか、はい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 、っていうところで要は局側が気を使う必要がないのよ、うん、うんうんうん、パチンコ店に対してね。なんでっていう理由もありつつなんだけど、スポンサーになってないですもんね、そういう番組の、ね、ただどうやらパチンコ業界のそっちの CM が復活するみたいなの。メーカーがすでにちょっと前にね復活しましたもんね。そう、では折からの広告不況なんていうね、はいはい、兼ね合いもありますから、テレビ局もまあ必死なんでしょう、はい、っていうのが始まったらちょっともしかしたら風通しが良くなる可能性はあるんじゃないの。まあ今みたいなこのパチンコ屋叩きが、うん、
和らぐ可能性があると。大体まあ、本当叩けば数字が取れるみたいなとこありますから、うん、叩く方はね、叩きたいんですよ本当は。なんかターゲットが分かりやすいんでしょうね。バッて見つかったらみんなこうバッていきますからね。そこがその真実がどうであれ。そう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 。ただまあその辺のね、風通しが良くなってくればまたね、風向きも俺に対する風向きも変わってくるんじゃないかなと。そうか、1億か。まあ換気でそれだけかけてるってことは本当に今までね、感染者が少なかったのは本当にうなずけます。だから本当にリアリティがないんですよね。こう言っちゃなんですけど、周りの人たちにそんなにいないから。そうなんだよ、でもちろんその知り合いの知り合いとか、ちょっと中竹さんとかも言ってかなってるけど、はいはい、あれかかった場所密室だから、密室っていうかホールじゃないから。あ、また別のところなんですか。全然関係ない。そうということなんで、それはまあそういう状況だったらなるとは思うんだけど、うん、なかなかね、そのホールで今までのところそういうね、まあどっかでそのホールさんのスタッフ同士が、うん、っていうのはねあったみたいだけど、まあほらほらそれってほら事務所とかじゃん、うんうんうん、どうしてもやっぱ狭い環境になっちゃうから、あのスタッフさん同士はどうしても会話もするでしょうし ね、 うん、だからそれはもう例外的に起こってしまうのもしょうがないかなと思うんだ。それ言い始めたらもうありとあらゆるものが無理になるから、うんうん、別にパチンコに限らず、ね、じゃあもう家帰るなって言ってるのかって 言ってるようなもんだからね。そうなんでさ、しょうがないんですけど、ホールそのものを、ね、皆さんが特に打ったりとか並んだりとかしてるような状況に関しては、僕はそうだから一番むしろ安全なんじゃないかと思うようになってしまいました。そうか、今日はなんかこう計らずも真面目な話になりましたね。そうだよ、もう本当ね、ふざけたばっかのなんだっけ、屋さんに凄まれて並んでなかったのに、ね、店員さんにこの人並んでましたかってね、すごい勢いで聞いてきましたから、僕に、ね、ついつい僕も並んでましたって言いましたけど、そんなね、もうくだらない話してる場合じゃないんだよお前は。あ、大丈夫ですか時間は。あ、もう行かないとだな。ちょっとこの後からでね。今日は朝からずっとそわそわしている牛尾社長でございました。また次回、はい、はい、牛尾とモロゲンとの後にこれ毎回撮ってる。いやいや、今更、来月も牛尾とモロゲンと多分ありますから。ありますね。もういつ何が終わっても仕方、ね、分からない状況ですから、はい、来月もおそらくありますから。そうですね、確かにこの番組だけはずっと続いてますもんね、はい、1回お休みしたぐらいですか。うん、だからそれもこっちからお休みさせてください。そういや、ありがたい限りですよ本当に。本当ですよ。また来月お会いしましょう、はいはい。